にちは、えっちゃんです。今日はサムネイルにある通り顔が老婆になるメイクを100円ショップにあるものだけでやっていきたいと思います。今冒頭にも多分ね、老婆になってた顔とかが入ってたと思うんですけど、あのレベルの老婆メイクがなんと多分本気出せば10分ぐらいでできると思います。しかも100円ショップのものだけでとっても簡単にできるっていうね。ただ注意点もいくつかあるので、やりながら説明していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。 GO！ はい、では早速やっていくんですけど、使うもの超少ないです。まずは100円ショップのこちら、木工用ボンド、ベビーパウダー。どちらもね、100円ショップに売ってると思います。アイシャドウパレットとか100円ショップのやつでもいいんですが、私は手持ちのね、こちらのパレットを使っていきます。濃いめの茶色とかのアイシャドウだったりとか、シェーディングだったりとかを使っていきます。あとですね、こういうブラシ、これじゃなくても本当に100円ショップのブラシで全然 OK。 あとはですね、ハケを使うんですけど、ハケも100円ショップに売ってる普通のハケで OK です。ナイロン製のハケの方がいいかもしれないですね。あとは100円ショップに売ってるスクリューブラシ、これはまつげとか眉毛とかのね、毛をこうやって整えるやつです。だから100円ショップで買うもの、あともう一個こちらですね、まあ私これ100円ショップのじゃないんだけど、フェイスカラーの白、あ、ない時はまあ最悪白のアイシャドウとかでもなんとかできないこともない。まあでもフェイスペイントの方が楽かな。ということで、ボディペイント用のね、フェイスカラー、白、スクリューブラシ、木工用ボンド、ベビーパウダー、この4つだけ用意してください。では早速やっていきましょう。まずは顔に水で薄く溶かしたボンドを塗っていくんですよ。なので肌が弱い人は絶対真似しないでください。真似する時もまずは、私はね、かなりファンデーションを塗っております。顔はね、やっぱり特別弱いと思うんで、肌弱い人は真似しない方がいいですね。あらかじめ言っときます。で、水を少し入れたこのね、入れ物の中に木工用ボンドを入れます。でね、水といい感じに混ざって薄い伸びのいい木工用ボンドになるようにしていきます。はい、よく混ぜたらこちらを顔に塗っちゃうわけなんですね。で、顔に塗るときはパリパリになるから気をつけてください。こうやって膨らましながら塗ります。ボンド濃い方がシワシワになります。うん、塗ったら膨らました状態のまま乾かします。はい、乾かしてる間にちょっとだけ化粧を取ってきました。目元とかね、こんな感じに、ちょっとまだ乾き途中なんだけど、こうやってね、顔を引っ張った状態で塗って戻すからシワシワの状態になります。これをね、顔全体にやっていきます。伸ばして塗る、こんな感じ。まつげにつかないように気をつけてください。そして乾かす、ひたすらおばあちゃんになってきます。変な顔、めっちゃ顔を伸ばします。梅津和夫ばりの顔になって乾かす。やばいね顔。唇も塗っちゃいます。だいぶ乾きました。こんな感じ、ちょっとね、浮いてきちゃってるとこもあるんですけど、まあ、乾燥してるおばあちゃんの顔って思えば、唇とかね、こんな感じシワシワになります。まあ、完全に乾いたら色をつけていくんですけど、まあ、結構ね乾いてきたんで、このままシワとかをさらに描いていっちゃいたいと思います。アイシャドウパレットのベージュとか茶色とか濃い色を使ってですね、くすんだ肌の色を作っていきます。口周りとか目の周りとかくすみやすいところにやっていきます。唇の色もね、なるべくね薄くしたいんで、この上からさらにクッションファンデをね、乗せちゃいます。ちょっとね、浮いてきたとこ補修しながら、シミみたいなのも描いていきたいと思います。目のね、この目尻とかにカンパンっていう、おばあちゃんとか年を重ねるにつれてできるシミみたいなのがね、こういう丸くできてきます。あと目の下のクマとかね、ほうれい線とかもね、ちょっとしっかり描いてます。こうやってね、笑うとですね、シワが目立つんで、そこに乗せていきます。で、唇の血色とかもね、茶色で悪くしていきます。
だいぶおばあちゃん顔になりました。目尻とかすごくない？おばあちゃんだよ。歯がね抜けてきちゃってね、困るんだけどね、って感じなんですけど、こっからさらにまつげとか眉毛を白くして、髪の毛も白くしていきます。こちらのフェイスペイントの白にスクリューブラシをこんな感じでつけてですね、こんな感じにつけたら、これをですねまつげとか眉毛につけていきます。目に入らないように気をつけてください。こんな感じ。うお、老けたね。そしてですね、もうだいぶ老けきってるんですけど、髪の毛とかもね、前髪あるとおばあちゃんっぽくない、これボサボサにしてヤマンバスタイルにしたら、ベビーパウダー、こちらをですねブラシにこんな感じにちょっとこぼして、で頭に巻きます。うわっ、で溶かす。ちょっと白髪感リアルすぎん？うわは、すごい。あ、できたできた。こんな巻き髪のおばあちゃんいないんでね、髪の毛結んじゃいましょう。はい、ということで完成。いや、もうおばあちゃんやん完全に。髪の毛のね、このベビーパウダーで白くするっていうのがすごく良かったですね。やってみて、この白くなり方がさ、かなり本当に白髪っぽいよね。でね、このシワの感じ、本当に細かいシワまであってリアルなんですよ、かなり。私があと50年60年経ったらこうなるっていうことっすね。こういうね、笑った時のこのシワとか普段できないんですけど、あと肌のね、ここら辺、こうやってね、なんかちょっと触ると分かるのに小じわっぽい感じになってるんですよ。で、おっきいこういうシワのところとか、唇もね、カサカサになって、おでことかもね、影とかを2本足してます。そうするとね、シワっぽさがさらに増します。はい、ということでね、皆さん、エスバー、御年85歳なんですけど、本日のメイクはどうだったでしょうか？エツバーのメイクが良かったと思ったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。入れ歯がね、ちょっとカパカパしてきましたけど、白髪染めもね、そろそろしないといけませんね。エツバーの、メイク、100円ショップで簡単にできるから、みんなもやってみてください。はい、ということで、しょうもない寸劇が入りましたけど、本当にね、これ簡単なんだけど、ボンドをね、直接塗ってるっていうところがやっぱね、本当に真似してくださいとは言いづらいとこではあるんですが、肌丈夫だよっていう方とか、おばあちゃんメイクがしたい、そんな方は参考までにどうぞという感じで。ベビーパウダーをね、頭にやる方法とか、おばあちゃんのコスプレするときとか、ウィッグとか被るとね、わざとらしくなるし、リアルにしたいなっていう方には本当におすすめなんで、やってみてください。シャンプーしたりね、水の濡れたタオルとかで拭いてあげたらすぐ取れるんで、楽だと思います。それでは皆様、またお会いしましょう。バイバイ。エツバーの将来のチャンネルは、エツバーのお茶10銭とかですかね。ほんじゃ。